はい、こんにちは、ライムです。今回は SB リクレプリカ復刻ドロー、情報修正も来たので、その辺の話と、あとスキルボード。先月末スキルドローがなかったんですよ。なぜかこのスキルボードを出すためのあれだったんですね、布石だったんですね、これは。はい、ということで、そちらのリクレプリカとスキルボードの話していこうかなと思います。ですね、リクレプリカが、前回のナンバー19だったり、SB セフィロスと同じようにですね、情報修正になりました。情報修正というのは、その SB 強化ができるようになったというところですね。今の、現状の環境の、最先端というか、今の現状の環境のメダルの環境はね、 SB 強化じゃないと、エネミーコロシアムは特にね、エネミーコロシアム SB 強化済みのメダルじゃないとお話にならないレベルな状況ですし、それは PVP でも同じことですけど、あと高難度に対してもね、 SB 強化されてるメダルの方が、だいぶ楽な部分も多いかなと。はい、攻撃力がねめちゃめちゃ上がるので、アビバイ率とかではなく、攻撃力とかステータスがねめちゃめちゃ上がるってところがポイントで、攻撃力が上がれば上がるほどね、その敵の防御力を超えやすくなるので、このゲームにおいて攻撃力が上がることが一番何よりも重要なことなので、はい、それが可能になるってことがね、はい、いいことだと思います。情報修正、このゲームで今まで情報修正されたことって多分初めてじゃないかなって気がするので、そうなんだよね。そもそもあれなんですけど、SB 強化全てのメダルに対応しろよっていうね、そういうのはあるんだけど、確かにそういうのはあるんだけど、今までのメダルをいきなりこう投げす、ギルト6以下は全て捨てちゃったわけだしね、少なくともギルト7以上のメダルしか、SB 強化、SB 進化ができないよっていう状況なので、それはそれでかなりひどいんだけど、その中でも、去年のね、年末あたりに出た、メダルに関しては情報修正がなされるという感じですね。次回は多分おそらく、エルサだったり、ソラ、スターライトがまだ控えてると思うので、その辺の情報修正、それからあと、SB アクア、ベントス、テラですね、その辺の SB 強化が控えてるのかなっていう順番に来るでしょう。はい、ということで今回 SB リクレプリカが来ましたけど、で正直これね、前回のナンバー19とかセフィロスの時に、動画は別に撮りませんでしたけど、やっぱりその新規勢の方とかはね、これ引いた方がいいのかどうかとか、やっぱ気になる方が、ちらほらいたみたいで、そっちの動画撮れなかったんですけど、今回リクレプリカに関しては、はっきり言いますと、正直引く価値はないと思うんですよね。正直引く価値はない。っていうのもですね、今これ去年のメダルなんですけど、若干今のこの最新のメダルと比較すると攻撃力が少し低い。やっぱり過去のメダルは過去のメダル扱いにしてるんだなっていう、今のメダルと差別化してるんだなっていうところを感じるんですけど、最大攻撃力が低いんですよ。これ2091で、今の最新のメダル見るともうちょい高いんだよ。2万1000は超えないけど、2万500ぐらいあったかな。2500とか、600とかその辺あるんで、その辺が地味に効いてきたりするんですよね。そんなにエネミーコロシアムとか上位までいかない人はわからないかもしれないんだけど、何のメダルで見ればいいかな、あるかな、お知らせにあればいいけど、載ってないね。多分アンセムも今の水準になってると思うんだけど、アンセムでも2100だね。2100で、もうちょっと今の最新メダルの方が攻撃力高かった気がするんですけどね。はい、なので、その辺でのね、若干の差別化が図られているというところと、あとはやっぱり去年のメダルなので、倍率自体がそんなに高くない、そもそも。倍率自体そんなに高くなくて、で、かつバフデバフも、今のメダルと比べると見劣りするかなっていう感じです。で、スーパーバーストにおいてもですね、今の最新メダルっていうと、ギルトバフが 250% とか 260% まで上がるっていうね、ギルトバフがついてるんで、付属効果があったりするんですけど、このリクレプリカとか情報修正された組に関しては、単純に倍率が
スーパーバストの倍率が100倍に上がるよみたいなぐらいです。なのでやっぱり最新のメダルと比較するした場合ですね、ちょっと性能面では劣ってくるのかなと。で今これ緑のリバースなんで、リークレプリカが緑のリバースっていうと、スーパーバーストバニタス、キングダムハーツ3ガチャに入ってるバニタスがあれも緑のリバースなんですよ。なので比較するとするとなると、そちらのメダルと比較することになると思うんですけど、うん、まあスーパーバーストバニタスは全体攻撃でかなり強いメダルっていう感じでしたけど、リクレプリカに関しては、全体攻撃が結構低い、今のメダルだと比べると。今のメダルだと普通にその SB バニタスは40、全体倍率42倍だか43倍ぐらいあったと思うんで、それがこの全体倍率 31.48 倍になるとだいぶ低いよねっていう、だいぶ低いし、うん。で単体攻撃、まあ、単体倍率があるのは結構使いやすいんですけど、単体倍率でさえ 47.39 倍なので、まあSB バニタスの42倍43倍ぐらいと比べると、そんなに大差は別にないんですよね。単体攻撃になった場合でも、最大倍率が出た場合でも、そんなに、うん、低くて、で SB バニタスの方はスーパーバストも強いと、先ほど言ったゲルドバフ 250% ですねがついていたりとかするので、そんなにそのリクレプリカの優位性というものはないかな。まあそのゲージが3回復できるっていうところが、まあこのメダルのシリーズは結構使いやすかったりはしたんですけど、まああえて引くほどでもないかなって気はするし、ただそのリクレプリカのね、家を抱えてる、覚醒専用メダルを未だに持ってるって人は、まあここは5回天井なので、そういう方だったら引きに行ってもいいかもしれませんけど、今まで何も持ってなくて最近始めたばっかりなんだけどって人は、これ引くよりかは、あの未来のね、未来の新しい新メダルを狙った方が多分強いよっていう気がします。今まで持ってて、例えばね、あのリクレプリカ今までも持ってたけど、ちょっと覚醒が微妙なんだよねみたいな、惜しいところまでもしくは来てるんだよねみたいな、あともうちょっとで理想覚醒になるんだよねみたいな人は、まあうん、それなら回してもまあいいかもねみたいな感じはするんだけど、はい、覚醒専用メダルも出るんでっていうところがありますので、うんって感じ。今まあ本当に今始めたばっかりの新規勢で、でしかも課金もしてます。今すぐにでもちょっとでも強くない、緑のリバース手持ち薄いから強くしたいみたいな人だったら別に全然止めはしないんですけど、じゃあそれならいいんじゃないって気がするんだけど、まあ本当に無課金ですみたいな、最近始めたばっかりです無課金ですって人だったら、むしろこれ引くならライトニングの方引こうぜってなる。僕だったらまだライトニング FFRK コラボ、まだあれもう終わったんだっけ、FFRK、 あ終わってるの、あやってる、あと2日、月曜日までか、月曜日までやってるんで、リクレプリカ引くならライトニング引こうぜっていう、ライトニングだってライトニングの方が全然強いし、副産物にしても全然強いからね、このクラウドギルガメシ XDESの方が副産物としても強いしみたいな、サブスルギュンギュンに上がるんですよ。このまあ解説動画で言ったけどさ、サブスローめちゃめちゃ上がるんで、新規勢の方なら間違いなくこっちだよねっていう。で2枠確定なんですよ FFRK の方は、はいって感じなので、まあリクレプリカはちょっとまあおすすめしませんね。リクレプリカに限らずこの復刻シリーズに関しては、今まで持ってる人とか、まあ今すぐ強くなりたい人向けですね。特に無課金とかの人にはおすすめしません。普通に FFRK の方を引きましょう。まあちょっとライトニングがね、緑のアップライトで、まあ性能とかは違ったりはするんですけど、まあ本当にライトニングが今の最新の性能になってるんで、これライトニングの攻撃力見れるのかな？確かライトニングとかのかな、ね、攻撃力高い。うん。まあ若干か。でも若干か。思ったより若干の差だった思ったより若干の差だったけど、ライトニングが 2168 なんだろう、僕何の勘違いしてるか分かんないけど、まあでも攻撃力が若干高くなってる去年より。やっぱこのゲーム本当に徐々に攻撃力高くなってくるんで、最新のメダルほど、はい、するんで、まあ、この差が割と
あのエネミーコロシアムの上位に行けば行くほど差として出てきたりするんで、はい。でこれがね、まあ解説動画で言った通りなんで、まあ深くはまだ解説しませんけど、やっぱギルドバフがついてるってところ結構でかいよね。うん、同じくこれ全体攻撃のスーパーバーストなんですけどね、倍率自体はまあライトニングと一緒か。はい。でところですけど、ほら見てよ、これだってライトニングがこれ全体攻撃ですよ、全体攻撃の倍率 47.21 倍なんですよ。これ単体じゃなくて全体だからね。リプリブレプリカ見てみるとどうかっていうと、これ敵割合をしちゃった、先ほど見たこれですよ。これ全体攻撃だとこの上の 31.48 倍なんですよ、倍率が。で単体の時のみにこの下の 47.39 倍になるので、倍率全然違うじゃんっていうねところです。はい。なので僕はおすすめしません。まあ属性違うけど、はい。まあそんなわけで次はスキルボードのお話ですね。これがまあ本当に、あ、これ結構期間長いね。思ったより期間が長い。3週間くらいあるのか、これ。3週間くらいあって、まあ、スキルドローが先月末なかったんで、そのためでしょうけど。で、これ2つあって、まあ2つとも入ってる内容が微妙に違ったりはするんですけど、まあなんか、その、最新のスキルと、まあちょっと古いスキルまで入ってるというところが、まあ嫌がらせ感があるよね。どうせここのね、じゃあ、まあ、そういう、こういう運営なんで、分かりきってることなんですけど、これね、まずスキル強化ボード A のさ、まあ、アタックエクセル 500% と、ルクス2アタックエクセル 300% はいいですよ。まあ、今の現行の最新メダル、最新スキルと言ってもいい。ただ、この下の3つがね、ガード XL って、XL2 100% 出てるのに、あえての XL。そして、ラストリーブ 100% 出てるのに、あえてのラストリーブ3。っていうね。まあ、状態じゃトリプル EX についてはもう今、PVP でもほとんど使ってる方いないかな。見てない気がする。僕は全然使ったことないし。はい。と、まあ、そんな感じでですね。まあ、古いのと新しいのと入ってると。で、スキル強化ボード B が、まあ、こっちはほとんど攻撃スキルになってんのかな。ただ、アタック XL5 は入ってないんだけど、まあ、消費ゲージを抑える系のアビリティが入ってると。なので、まあ、使いやすいですねって感じです。はい。まあ、こっちもガード XL100% なんだけどね。まあ、でも、このガード XL100% でもね、昨日のその攻略動画でもやりましたけど、まだガード XL100% でも戦えるところはあるんで、新機材の方はね、このスキル強化ボードはしっかり開けた方がいいかなと思います。はい。まあ、もちろんガード XL2 の方がいいんだけど。まあ、スキル枯渇してる方もね結構多いと思うんで、まあ、2000ジュエルでこのボードよスキルがねこんだけ手に入るってことはなかなか普通のアバターボードでありえないので、まあいいかなと。買っても全然後悔しないと思います。はい。ただガチャ、先ほど言ったねガチャのこともあるんで、皆さんねしっかり考えて回すといいんじゃないでしょうか。はい。そんなわけで今回の解説動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。